そうなんですよ、早いんですよ。なぜ早いかというと、怖い夢を見ても怖すぎて寝れんくなったんですよ。本当に怖かった、死ぬかと思った、めっちゃ怖かったんですよ。で、なんかこれはもう夢だっても確実に分かったか分からんけど、もう嫌だ、めっちゃもう嫌だ嫌だって思ってたら目覚めて、でめっちゃ眠たかったんやけど、もうねその夢が、二度寝したらその夢がの続きが見そうで、もう怖くて寝れなくて、もう無理やり起きました。え、ゾンビとかじゃないんですよ。なんかもうね、たまに見るんですよ、なんか変な、なんかゾンビとかじゃなくてちょっと怖いんですよ。でね、なんか夢調べたら、なんかねごちゃ混ぜな夢見るよ、わからんのんだけど、初めは平和だったんですよ。なんか平和でみんなで、誰がいたかは知らんのんですけど、なんか学校にみんなでいて、じゃあ学校にみんなでいたんですけど、でなんかよくわからんけど、何かがきっかけに怖い夢になって、なんかね、なんか私がなんかその怖い夢に入って、みんな混乱する中、なぜか私だけが、私がなんか分からんけど、みんなが混乱してる間にその学校中回ったら、そのなんかよく分からんけど、なんかの情報を手に入れたんですよ、いろんな情報を。でなんか学校に閉じ込められて、その学校から出るには、そのソラハがなんかゲットした情報がいるらしくて、でソラハもう始まった途端、なんかもう情報ゲットして学校から出れるみたいな。で学校から出ようと思ったら、なんかもうよくわからん、めっちゃ怖いなんかやつ出てきて、情報を取られて、なんかまた一からスタートで、で普通の脱出ゲームだと思うじゃないですか。でも脱出ゲームじゃなくて、なんかね普通に別に生活してたらいいんだけど、その生活してる間にどんどんね、なんか何者かによってね、どんどん人が殺されていくんですよ。でなんかもうほんまに怖くても、もうマジでもうね、もう怖すぎて怖かったんですけど、なんかで途中はもうほんま覚えてないんですけど、最後めっちゃ怖くて、なんか見つかっちゃって、そのなんかよくわからんやつに、なんかよくわからんやつに見つかって、違うよ、なんかよく分からんけど、なんか稽古しとったんよ、道場の、道場で稽古だから、誰かがちょっと道場からちょっとなんか分からんけど出て行ったんよ、2、3人が。その2、3人いくら経っても帰ってこんなと思ったら、めっちゃ足音が聞こえたんよね。でもうすでにその時にはもうみんなが殺されとる、殺され、どんどん殺されとるみたいな知っとったから、あのその殺した犯人がの足跡だと思うんですよ。なんかドン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 みたいな、あのめっちゃ足音が聞こえて、みんなで稽古やめて、扉が開いた瞬間、なんか
逃げようみたいな、よくわからん怪物がドアを、剣道場のドアを開けた瞬間逃げようみたいななったんですけど、なんかドアを開けた瞬間もうすでにもう何人か殺されてみたいな、もうね本当にもう怖すぎてもうねやばかったです。もうなんかもうねもうたまに見るんですよ、たまにたまに見るくて本当に怖い、無理、もう本当に無理と思ってで、なんかもう起きたんですよ、それでもう怖くてもうよくわからんなんですけど、めっちゃ怖いよ、追われるんですよ、追われるし、なんかもうなんかよくわからんけど怖くて、もうそっからなんかそっからもう起きて寝れなくて七並びやってました。めっちゃ怖かった本当に怖い、マジで怖い、なんか夢占いしたらなんか追われる夢は何かに追われてるとか、なんか自分が死ぬ夢は別になんか悪い夢じゃないみたいな、もうねとにかくね怖かったです、もう本当にもうねもう無理だった、もう怖くてもうやばかった、もう二度寝できなくて怖すぎて、もうその夢の続き見ちゃうかもしれないと思うともう二度寝できなくて、めっちゃ眠たかったんですよ、でも衝撃的すぎてもう目覚めたんですけど、もう嫌だ、もう寝ることに恐怖でしかない、それなネバーランド、ネバーランドでも見てないですよ、2期でも、ネバーランドみたいな鬼みたいな顔、仮面みたいな、もう本当に目覚めた、本当に朝からめっちゃ体力使った、6時半から配信するって言ってたから6時半まではとにします、1時間くらいかな、お仕事の合間とか夜勤終わりとかに見に来てくれてるのかな、ありがとう、おはよう、なんか配信してたらみんなが見てるから、もし何か私の身に起こったらみんなが報告できる、ほんまに怖いもう、私うつ伏せでよく寝てるからかな、私うつ伏せでしか寝れないんですよ、それが悪い、骨も攻めだったらもう泣くんだけど、もう無理、生きていけない。
ジでこれが2歳目だったら死ぬ。多分夢では情報をつかんだけど、もう現実では情報なんてつかめずに死ぬと思う。本当に死ぬかと思った。もうめっちゃ今も体力が疲れて、体力めっちゃ奪われました。何かに追われてるのかな。本当に怖かった。パシェと一緒じゃないです。今日はもう本当に怖かった。マジで死ぬかと思って、やばいもん。めっちゃ怖い。仕事終わってお疲れ様です。もうそれは体力ないです。もう本当に体力めっちゃ削られた。みんな怖い目見てませんか。今日楽しいロケなのに、何時頃、え、5時前に起きました私。そのあれで5時前に起きて、でも二度寝したいって思ったんですけど眠すぎて、もう二度寝すらできなくて、もう本当にねめっちゃ怖かったです。もうとにかく怖かった。もう意味が分からんもん。だってなんで追いかけ、急に普通の生活だったのにそんなしないといけんのみたいな。誰が出てきたとかはねマジで覚えてなくて、もうよく分からん夢だったんですよ。ぐっすり寝たい。空も本当に意味が分からん夢を見た。夢の中では泣いてないな。めっちゃね逃げてたんですよ。めっちゃ逃げてた。もうね逃げてた。怖いの見たことない。もうねマジで HP 残り1ぐらいまで削られました。で起きて、あ夢だって思って安心してって感じです。でも久しぶりに怖い夢見たかも。最近ぐっすり寝てたけど、あれかな、今日仕事早いからちゃんと何時に起きないとっていう圧が強すぎて 目が覚めたのかな。でもとにかく本当に良かったです。もうその夢から目が覚めて、今が夢だったらそれはもうで嫌だ。え、そんなにもうみんなの夢は過酷だね。アリに引っ張られてって。みんな夢でよかった。めっちゃ夢でよかったと思う。
ライブ行こうとしたらやばい、足が重くて。やっかりそういうのあるよね。なんか夢ってさ、なんか自分にマイナスの点あるよね。でも本当に夢でよかったってめっちゃ心の底から思う。布団から出れなかったもん。でも布団の中にいたらまた間違えて二度寝し、ね、勝手にアップしちゃって夢見ちゃうんじゃないかとか思ってめっちゃ怖かった。何言うかな。かまちゃんさんいちごありがとう。それ見た夢覚えてる。衝撃的すぎたよね。もうほんまにやばかった。もう本当に怖い夢無理。怖いっていうやつをこの世から消してほしい。怖いという考えを。おはようございます。今日はね、本当だったら6時半からする予定だったんですけど、もう怖い夢を見て寝れなくなって配信始めました。せいじさんかわいい、ありがとう。もう早起きっていうか、まあ早起きなんだろうけど、夢に起こされました。ヘアカットいいね。配信予定6時半になってる。消しとこう。本当に怖い夢見ました。めっちゃ眠い。まだ眠気は覚めたけど、通知で起こしてしまった方ごめんなさい。してほしい。イベントじゃないのにしてほしい。わざわざありがとう。わかる。こう誰かに夢の話を言ってもさ、うまく理解できなかったりさするからさ、難しいよね。もうね、本当に怖かったの。もうね、無理だった。怖いの苦手じゃない人は多分いいんだと思うけど、怖いの、あ、怖いの苦手じゃない方はいけるけど、怖いの苦手な人は本当に無理だと思う。何時間寝た？今日何時寝たんだろうな。1時ぐらいに寝て5時前に起きて、5時間ぐらいしか寝てない。ブラジルのファンです。
ありがとう。どうも、おはようございます。ハロー。そう、もうなんかすごい一気に朝から体力を削られてました。マジで通知で起こしてしまった方ごめんなさい。スライサニューさん貼ってありがとう。そうなんよ、なんかいい夢とかだったらさ、めちゃくちゃ目覚めいいんだけどさ、悪い夢だからもう目覚め最悪。でも剣道やったからね私、なんか稽古。おはようございます。ついコーヒーキャラメルラテ飲もうかな。怖い夢大丈夫でした？だって優しいお花さん。大丈夫じゃなかったです。 ST48 のシナサラハです。ぜひルームフォロー、ツッターのフォローよろしくお願いします。髪の毛もアイロンしました。アイロンしちゃいました。もう本当にいい夢みたい。てか朝からなんかドラマとか見ようかなと思ったんですよ、溜まってるやつがあるから。でもなんか一人っていうのがもう無理すぎて、もう今すぐ誰かと話したいと思って、ショールームでみんなと話そうと思って始めました。怖すぎた、本当に怖すぎた。7時前までします。そう、めっちゃ怖い。 JKT の STU48 です。そう、本当に話したい誰かがいるです。本当にもうね、だからみんな些細なことでもいいからコメントしてね。何でもいいので、おはよう、おはようです。いつ MC ねえ、セトチャレ。そう、本当だったらセトチャレあったんですけど、いろいろ延期してしまったんですよ。本当はあったんですけど延期しちゃって、でもその予定もちょっと難しくなっちゃって、本当だったらね、順番的に私、ココアさん、マニーナさん、私、ココアさん、マリーナさんだったんですけど、マリーナさん、ココアさんって私なのかな。本当だったら結構前に行く予定だったんですけど、それが行けなくなっちゃって、で新しいこの日に行こうってなったんですけど、それも難しくて、もう全く違うおしロケになるらしくて、それがまだ未定なんですけど、早くしたいです。早くセトチャレスタッフさんに会いたい。
スライスオニオンさん、いちごありがとう。めっちゃね、ちょっと茶色のロケね、すごくね、まあ、絶対ね、最高のロケのはずだったんですよ。最高とか、まあ、普通に瀬戸茶屋ロケは最高なんですけど、その中でもお泊まりとかがあったんですけど、なくなっちゃって、着替えようかな。いいことあるかな。じゃあ今日のお仕事でいいことあるかな。出発はね、今日のお仕事全然早くないですよ。びっくりするほど早くない。でももう起きちゃって二度寝できなくて、もう怖すぎて練習始めました。いいことあるかな。もう怖い。皆さんハートありがとう。ちょっと服着替える。ありません。あら、服持ってきてなかった。ちょっと着替えますね。着替えます。あー、体重計にもならないと。朝の3日、朝起きたら何も食べない、食べてない時に体重を測る朝の日課です。朝の3日はしっかりとしましょう。減っていません。昨日あんなにご飯頑張ったやつのに、昨日全然食べてないのに。もう一昨日が多分恵方巻き食べたからなんだよね。恵方巻き食べてから減らんくなった。恵方巻きめいい、バーされないか心配。ちゃんといます。ちょっと着替えているので油断しないでください。急いで着替えておりますので、パンだけは黒の服にしよう。チェック、チェック柄。ギュンガムチェック恋の模様ブルーホワイトブルーどっちだろう。愛しい切なくて。斉藤さん、かわいい、ありがとう。待って、尊い誰か、誰、あ、龍神丸さんけ、ありがとう。ちょっと待ってね、みんな。今タイツ入ってるから待って、あとちょっとタイツ履いてスカート履いて。もう本当に配信してよかった。
まに怖くて死ぬかと思ったもん、マジで。スカート、あ、あ、めっちゃダボダボしよう。スライスオニオンさん、ハートありがとう。メイクしてたら可愛いのにメイクしてないかプッシュ。スライスオニオンさん、ハートいっぱいありがとう。6時をお知らせします。あ、クマちゃんさん、クマ投げてくださってる。クマありがとう。おはようございます。前髪に切ってないです、言っちゃってます。通勤電車早くない？早くない？朝5時半起き。獅子座12位だったの？そうでしょ？だからじゃん、怖い目見たの絶対。何で見ようかな、じゃあヤフーニュース見ようかな。ヤフーは7位だ。朝窓を開けた時に大きく深呼吸してからおはようとつぶやく、だって。ハンドジェルがラッキーアイテムなんだったっけ、持ってないんだけど。スポット友人の家、レジャーからっけ。グルメ広島お好み焼き、カラーグレー、ちょっとグレー入ってる。ナンバーは2、アルファベット T、 北東。にじんまるさん、かわいい、ありがとう。レンコンのそのむずくない？それはむず。マジで怖い目見たけど、目覚めたみんながコメントしてくれたから。そうなんだよ、本当に6時半からだったんですよ、ごめんなさい。私が怖い目見てっていう理由で配信始めました、ごめんなさい。でもちゃんと7時前まではするので安心してください。待って、このスカート合わんな、なんかめっちゃ絡まるんだけど。このスカート合わん、めっちゃ。これワンピースでもいける長さのシャツやね。ズボンにしよう。ちょっとお着替えタイム入ります。
朝から体力をすごく使っております。今日のお仕事楽しみなのに。広島マイナス3度、それは寒い。この格好でいけるか、まあ、コート着ればなんとかなるさ。スライスアニオンさん、ハートありがとう。たまたま開けてた。うん、緊急事態でした、もう。オールのメンバー多いの？なんで？今日他のメンバーさんの仕事なんかな？え、お腹すいた。キャラメルラテ食べよう、飲もうかな、久しぶり。キャラメルラテ、え、カフェイン入ってるの飲んだら目覚めるんだっけ。カフェイン、そう、朝早かった。カフェイン飲もうかな。あ、眉毛ない、大変。そう、フリート書いてました。朝早く5時前に起きたから。朝から誘導もすごい。カフェインじゃないわ、キャラメルラテ作るか。移動しよう、みんな。行こなんか空いてないや。昨日洗った食器。奥さんでしょ、奥さん。今日は真っ黒コーデです。どんなコーデかというと、下はズボンです。ソラハでは珍しいピチッとしたズボン。またデブくなったかもまたデブになったかもしれん。キャラメルマキアートになります。これの最近あんま飲んでなかったんですよ。髪サラサラだってアイロンしたからね。アイロンしてなかったら
髪の毛サラサラだね。そう、変えました。スカート、スカートとこのワンピースとワンピース合わなかった。なんか長めだったから。うわー、めっちゃ比べないする。うまっ、もうこれだけでうまい、うまい。ありがとう。違う。どうしよう。卵。卵あるけど、スクランブルエッグになっちゃう。私、卵焼き器、正方形とか、長方形のやつがないから。卵焼き作るってなったらスクランブルエッグになっちゃうんだよね。あー、やばい、めっちゃ美味しい匂いする。いや、スクランブルエッグ作ろう。スクランブルエッグとウィンナーですよ、今日の朝。めっちゃ朝食じゃん。ザ朝食だよ。ザ朝食作る。みんなね、みんな大好きなんだからね。油引きます。なんかね、オリーブオイルの方が体にいいらしいんだけど、オリーブオイルそんなおしゃれなもの家にないですよね。広島コーパゼリさん、似合う、ありがとう。何に似合ってたんだろう。久しぶりに卵割った。緊張。2個卵使おう。いや。そう、体にね、オリーブオイルはね、体にいいって言ってる。おはよう。チンチル食べちゃうからね。パン買ったもんね、ダメなんですよ。味付けは塩にしよう。今日は7時に終わります。お時間とかありがとうございます。ありがとうございます。
なんちゃん卵焼きっぽいの作れる。わあ。おはよう。まあ、空いてるところ見ない子。いよいよ向こうから脱出。向こうから脱出して。一回二度寝するかな。おはよう。みんなやっぱり顔が薄いです。もう二度寝できんか。伸びんのよね。昔前までさ、アイドルやったところ最長でこのぐらいまであったけど、もう切りたすぎてちょっと切っちゃった。ちょっとどころじゃない、結構切っちゃった。いやー、美味しそう。みんなアイチョーたっぷり、チュンチュンチュン相性たっぷりじゃなさそう。プラハモーニングセット、でもちゃんと朝って感じだよ。卵とウインナーってもうさ、そんなんもう夢やん。白ご飯とはないんですけどね。できました。水も入れてこよう。
今日の朝配信はもう大変です。ケチャップ多ない。え、でもね、卵がめっちゃ分厚いんですよ。だからいいです。ではいただきたいと思います。いただきます。怖い夢も忘れるぐらいの美味しさ。忘れれんけど、うん、ぬめぬめ。卵はもう塩で、塩としか、塩しか、ん？塩でしか煮付けしてないので、ケチャップと一緒に。うん、もうね、卵焼きが美味しくないわけないの。卵がもともと美味しいなもん。怖い目見たくない。あんまり飲みたくない。もぐもぐ。ジャイロさん、ま、ありがとう。美味しいです。朝から健康のご飯食べてるみたい。だいぶ目を覚ましました。皆さんのおかげです。怖い夢からも逃げられました。あけたむたむさん、うまとってありがとう。元気になりましたよ。もうだいぶ元気になりました。もう起きた時はもう本当に怖くて、布団の中入ってても夢のことを思い出して、なんか襲われるんじゃないかってめっちゃ思われてた。襲われるってか追いかけられるってか。どんな夢だったの？みんなどんな夢でしたか？朝配信朝から見てくださった方、もうなんかもう忘れたんですけど、普通の学校だったのに学校から出るにはなんかよくわからん情報がたくさん必要になって、その情報を私は何らかのきっかけで開始早々見つけたんですけど、なんかよくわからんやつに取られて、でもなんか普通に生活脱出ゲームじゃなくて、なんかどんどん人が死んでいくみたいなやつで、なんかそのよくわからんやつが生活しとる上でめっちゃ出てくれるみたいな、妖怪物みたいな。最後の最後みんなで剣道してる時に、なんかめっちゃ誰3人なんか数人が道場から出て行って、めっちゃ長い時間か立っても帰ってこんくて、たら帰ってこんなって思っとったら、なんかめっちゃドーンドーンみたいな足音が聞こえて、あ、もしかしてあの怪物が来たんかもしれんってなって、でドア、怪物がドアを開けた瞬間みんなで逃げようってなったんですけど、もうドア開けた瞬間もう数人殺されちゃって、でもでも逃げ切れた人はいるけど、でもっていうとこで起きた、まあ、中間になんかいっぱいあったんですけど、もう怖すぎて、もう本当に、でもなんか調べたら自分が死ぬ夢は別に悪い夢じゃないとか、追いかける夢は何かに責められてるとか、でもほんまに怖かったんですよ。もう無理って思った。でも5時前に起きて、で二度寝しようと思ったけど、たまにあるじゃないですか、二度寝して夢の続きに戻る時とか、で戻らん時とかあるじゃないですか。で戻ったらもう本当にもう地獄だって思って、で二度寝しませんでした。
そう、めっちゃなんかもうね衝撃的すぎてはっきり覚えてます。映画化鬼のそ、もう鬼怪物みたいな、お面何時だ、1時過ぎぐらいに寝ました。で今日の朝は6時半から配信しないといけなかったから、絶対に時間に追われてたのかなとか思ったり、絶対に6時半までに起きないといけないからっていうのでかな。うん、うん、うん、夢の続け、うん、でも一人でいることがもう無理すぎて話し始めました。ドラマとか見ようかなと思ったけど、誰かと話さないと死ぬって思った。マジ HP 絶対1ぐらいだった、夢の中で。ほんま怖かったで、みんなと余裕したい夢も夢だもん。ほんまもう時間が経つと大丈夫になってくると思う。マジで怖かった。そう、眠りが浅かったのかな。明日は6時半に起きないといけない、いけないいけないってめっちゃ思ってたから。ふうせさん、ハートありがとう。キュンです。まあでも今日は楽しいお仕事なので、そんなことも忘れるくらいいい一日になると思う。今日はもう卵とウインナー、サラダは家になくて、ブロッコリーチーズのみんな臭くて見た。だから6時半から配信するって言ってたんですけど、5時半、1時間前ぐらいから配信始めました。ごめんなさい。おみさん、ハートありがとう。もうやばかったです。本来は今からスタートなので、今来てくださる来る方が正しいです。正しいというか普通です。あーもう明日はぐっすり寝れるかな。ありがとうございます。5時半から配信してたんですけど、見てくださ、6時半以降、6時半前から見てくださってるから、うん、早移動中寝れると思うので寝ます。温かいもの、確かに白湯みたいなやつ、ね、5時半は寝てて当然なんです。私は
買ってみよう。早く始めたので。ん、完食じゃない、まだあとにちょっとある。うん、もういつも以上にバッチリ起きてます。うん、うんうん、そしてウインナーは今日も美味しい。食べすんじゃない、めっちゃ安い。2袋入って200円。あ、もうみんなと剣道やりたい。できてないかもしれないけど。ごちそうさまです。キャラメルラテ。梨並べしよう、梨並べしよう。あ、もしかしてハートないですか、なさげ。ある方35分30秒からしましょう。35分30秒。こんちゃーん。みんなのコメント見てると元気になります。ちょっくり、バンホーテンさん、海渡りさん、ミロさん、よろしくお願いします。お、今回はカードの引きがいいです。一人で寂しいのかな、誰かうち泊まりに来ないかな。一人だからこんな怖い目見るのかな。関係ない。おいしい。私絶対お泊まりせんよ、私の家で絶対。まいちゃん、まいちゃん、まいちゃん忙しいかな。クエスチョン。
次は38分55秒からします。夜勤頑張れ。55秒。おはよう、アバター。ウルタモさん、イーストさん、ミロさん、よろしくお願いします。ウキン、頑張って。ヒーヒーフー。ベルト邪魔。チャンス。あ、間違えた。ライト消しちゃった。オス。スーパーも引かねえ。オス。ドロンディーパリパリ全開。俺の生き様止まってみたらよ。オスオスオスゲンゲン。映画にパッツン似合わんすぎてびっくりしてる。でもあの分けるのめんどくさすぎて最近分けてない。分けるのにめんどくさいなんてあるんかいと思うから。分けるのめんどくさい。分けた方が顔すっきりするからね。分けた方がいいんだけど。おはよう。もう今日びっくりするぐらい、あののんびりしてる。そらはしか素振り夜いつも100本してます。100本だけだけど。ほんと最悪の夢見て、もう最悪の朝迎えて、でもみんな配信したらみんなが優しくてびっくりしてる。やっぱそらは応援してくれとる人しか勝たんな。HP が上がってきおるです。トゥルルン、パン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 。次55秒からします。42分55秒。ピョンピョンピョン。だってもう朝からさ1時間やってるんだよ配信。やばいっしょ。やばいっしょ。今日朝からいっぱいご飯食べたし、みんなに話も聞いてもらえたし、みんな家族みたい。またね。また行っちゃうのか、どっかに。バースト。バーストが一番悲しい。ミロさん、斉藤さん、リナさん、よろしくお願いします。
よろしゅう頼ますよろしゅう頼みます。今日どんな髪型がいいだろう。でも最近ツインテール三つ編みしすぎてるからな。でもスラムイコールツインテールとか三つ編みを定着してもいい気もするが、好きが伝わった昨日からちゃんと伝わっておりますよ。これね、なんかハゲるよな、ここら辺が。私ほらめっちゃハゲよるんよ。ハゲよるっていうか髪の毛を同じところでくくりすぎて髪の毛が薄くなってきて、それがハゲよんよ。ハゲよるんよ最近。ストレートのイメージが強い。でもね、髪の毛下ろしたら下ろしたらいいんですけど、髪の毛なんてすぐにこの中ら辺がうにゃうにゃになるんですよ。うにゃうにゃにならなかったら全然いいんですけど。愛藤さん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうだって、ありがとうございます。みんな配信から消えていっちゃうみゆみゆさんが始まったからかな。ご飯食べたよ。ご飯も食べた。ウインナーと卵焼き食べた。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。わーバナナマン。アスアスアス、イエーイ。電車の中早いよな、朝。朝みんな早いね。スダアリさん、ね。次は46分45秒からします。46分45秒。対戦しよう。今日の夜はきっと可愛いソロハが見れます。いっぴー、あくびしたら目がうるうるになりました。キルル斉藤さん、クイジさん、ひろぐみさん、よろしくお願いします。モデルの仕事なんて来ないです。雑誌撮影とかしてみたいな。なんかインタビューとか、有馬里空ですかね。本当に雑誌載ったことないんですよ。 JK 卒業するまでに制服撮影したいね。一生無理やけど。空花なんてパッド戦士好きがそうだ。有馬里空でしか乗ったことないんです。単独とか、こう何人、なんか4人とかでなんか乗ったことない。でも兵庫で姫路大岡には乗ったことあるんですけど、なんていう、そういう写真撮影とかのやつはない。経験したことない。あらはすか、そ
今日は瀬戸胸があるのでよろしくお願いします。服着たグラビア、もちのロンです。神戸行くの？そうなの、行ってらっしゃい。おはよう。朝ごはんはウインナーと卵焼き食べた。卵焼きっていうか卵をフライパンにブワーって引いて折りたたんでいたやつ。卵焼き。次は50分ジャストからします。50分ジャスト。TKG あと20秒です。今日は顔の調子が良きでありますように。ジョージさん、赤ちゃんさん、26時のマスカネイルさん、よろしくお願いします。あや、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 みんなおはよう。テンションやばい人、イエイ。そうだよ、今日もいい一日になりますように。今日は特にいい一日になりますように。悪い夢を見たからね、いい夢が見れますよね。時間軸、もしかしたら外国なんかもしれん、日本と見せかけて。コメント長すぎる、確かに。また負けた。いや。朝配信見えて絶対。嬉しい。じゃあ毎日朝配信見に来てください。いい一日になるために。マサマーさん、ハートありがとう。おはよう。みんなおはようです。おはようございます。待って、忖度26時のマスカレードさんが忖度してくださった。いやー、ありがとうございます。ファショー氏の方だ。おはよう。ありがとうございます。おはようございます。ドゥルルルルルドゥルルルルルドゥルル。
素振り配信。空探し当たらんからか。ねえ、でも虹ファンの方だと思う。虹のマスさんの虹色の26時のマスカイドさん。ピョン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 。もしくは夢見たとき、いつでも配信始めてね。いつでも配信始めます。優しい。当たりました、ありがとう。こちらこそありがとう。対戦ナースカ、ポンポーンポンポーンポポポーンポポーンポンポーンポンポーンポポーンポポポポーンポ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 ン。わかります。ブン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 。曲当てクイズやろ。あと6分。ブン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 。ちょっと最後おかしい。そうです、ジュラシックパークです。じゃあこっちはパン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 。ちょっと待って、分からなくなった。パン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 、ん、何だったっけ。パン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 、違う違うんだって、一緒なんだって。ここまでパン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 。待って、忘れたんだけど、一緒なんで、ここまで一緒なんだって。違うんだって、そっから違うんだって。プン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 。待って、プン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 。ちょっと待って、本当に無理。プン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 バンバン。そう、ラピュタ、ラピュタしようと思ったんですよ。ラピュタ、バン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 。違う違う、ラピュタ違うんだって。ラピュタここまで似てるんだよ、パパに言われたもん昔。バン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 、違う、パンパンがおかしい。バンバンなんだっけ、忘れたじゃん。ちょっと調べるわ。もうイライラする、イラ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 。マジでラピュタ一緒なんだって。これ違う、これチーヘイセンじゃない。大丈夫これ。あ、これだん、待って、たんたん。ちょっと待って、むずいんだけど。一緒やん、もう。タンタンタタンタタンタンタタンタン。ほら、一緒。一緒やねんかい。ハトと少年っていうやつらしいよ、みんな。タンタンタタンタンタタンタンタタンタン。一緒やん、ほとんど。はじめ一緒。タンタンまで一緒やん。似とるんよ、似とるんだって。パパが言っとるんだから。ほんと
パンパンパパンパンパパンパンパパンパン、一緒やん。パン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 パパパンパパンパン、お一緒じゃない？初めの4ぐらい一緒だよ。一緒。お父さんが一緒って言ってるのが一緒だからやめて。お父さんが一緒なんだから。富士さん、いちご、皆さんハートありがとう。みんなが空をいじめてくる。パパがめっちゃラプタ好きなんですよ。だから私家族みんなラプタに知ってる、知ってるっていうか、それ知っとるか。なんとなく似てる。あれトランペットやから似てるんかな。なんとなく似てる。タン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 。マジで会えなくなったの悲しかった。ユニバから、まあ、ミニオンになっとるけど、まあまあミニオンそら大好きだから、2つとも好きだからいいけど。タンタンタンデロロン、めっちゃ好き。いいよ。 So back to the future、 Back to the future。 バンジューも13、イーストさん、12、トマスさん、11、ヒルシモコパセリさん、10、フーセさん、9、斉藤さん、8、カマちゃんさん、7位、リョウさん、6位、トシキさん、5位、スーさん、今日は皆さん、3位 TT さん、2位ヘルムビーゲさん、そして1位はブラピーさん、ありがとうございます。ちょっと移動中とか、8時までだったら室並べ時々やってる。多分あんま対戦できると思うけど、やります。配信ありがとうございました。もうね、5時半からやってたんですけど、約1時間半のんびりのんびり過ごしました。また夜配信するので見に来てください。あったかみんなもね、今日なんか寒いらしいから、ちゃんとあったかい格好して お外出てください。歯磨いて行かないと。お疲れ様です、お疲れ様です。約1時間半ありがとうございました。まだルームフォローしてない方はルームフォローよろしくお願いします。ツイッターはアットマークソラハンダーバイスティフォーティットです。昨日のツイートの伸びが、昨日のツイート全然伸びてなくて悲しい。みんな可愛い、ほのたんさん、みんなちゃんと見て、ありがとう。今日も一日ファイトルームです。今日も一日ファイトルーム。二度寝する方はお休み中だ。バイチェラポー、またね。みんな頑張ってね。ありがとうございました。ギリラ来てくださって、私のしょうもない配信ありがとう。またね、バイバイ。